エスタディオ・ヌエボ・オリウンフォで行われる本日のゲームです。この時間は札幌対名古屋、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日このチーム 3-4-3 のシステムで来ているようですね。これ北澤さん、できるチームとできないチーム、これはっきり出てくるんじゃないですか、この布陣は。そうですね、それぞれ置かれたポジションでの役割をこなせないとできないと思うので、うん、まあ、特に中盤がね、やはり流動的になるところもあると思うし、はい、まあ、ポリバレントにプレーができないと機能しなくなってしまうなというところもありますよね、はい。さあ、この 3-4-3 の布陣ですけれども、それぞれこの中盤での機能が相当問われてくる。やっぱりこの力がないとこのシステムは難しいんですかね。難しいですね。個人の能力もないとこれできるものではないので、はい、完全にこう人材がいるチームができるシステムでもありますけどね。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。札幌対名古屋、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイド紹介です。左から右に札幌、画面右側が名古屋。中谷、ここは一旦バックパス、キーパーから前線へ福森、チャナティップへ太田、これを読んでいた阿部。名古屋最終ラインまでボールを下げる。中谷、稲垣へ、大きく縦へ、阿部、稲垣へ、裏を狙っていきます。いいボールですね。太田、中は枚数いる。さあ、どこに出してくる。シュート、少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。このクリアボール次へつなげたい。チャナティップから長いボール縦へ、阿部、ここでファウルがありました。オジェソク、相馬へ、相馬へ、スペースを狙う。いいボールだ。阿部へのボール。さあ、フラッグは上がっていません。プレッシャー。荒野、キム・ミンテ、白井へ、縦へのボール。危ない。 J からチャナティップ、裏へのスルーパス、白井、これはファールです。オジェソク、名古屋が結構中央の選手がサイドに流れて、あっと危ない。裏を狙う。いいボールだ。ジョアン・シミッチへのボール。アンデルソン・ロペス、ジョアン・シミッチから金崎、ジョアン・シミッチから右サイド、通るのかこのパス。
相馬からマテウス、マテウスから中クリア、このピンチをなんとか出します。どうする、立て直し、さあ左サイドへ、中央へ、福森、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあここでカウンター、スルーパスを出す、抜けた、アンデルソンのパス、いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや素晴らしい展開でしたし迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。1対0先制しています。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、うん、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、裏へ出るか、さあ阿部クロスを飛び込んだ、ダイビングヘッドでした。足で行かずに頭でっていう選択でしたけどもね。名古屋決定的なチャンスを迎えたシーンでした。アンデルソン・ロペスからジェイ、ジェイからアンデルソン・ロペス、この柔らかいパス、アンデルソン・ロペスからルーカス・フェルナンデス、アンデルソン・ロペス、キム・ミンテ、ジョアン・シビッチ、マテウスへ、組み立てていきます。太田、稲垣へ、金崎、カウンターを仕掛けます。このスルーパスは通りません。白井、深井へ、白井へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。チャレンジはしません、後ろに流す、深井、キム・ミンテ、深井へ、福森からターテへのボール、荒野へ、チャナティップ、さあ右へ預けて、荒野へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、このボールはカットされます。キム・ミンテ、長いボール縦へ、ルーカス・フェルナンデスからのパスは通りませんでした。中谷、稲垣へ、さあもう30分になろうとしています。長いボールを送ります。アンデルソン・ロペス、スルーパス、打つか、ボールが上がる、ちょっと浅いか、名古屋一旦クリアで落ち着かせます。マテウス、左サイドを上がっていきます。太田、シミッチへ、絶好の位置、
どうだこのシュート、これはどっちになる、これはエリアの外でしたね。レフリーの注意が入ります。直接狙える位置ですがどうでしょう。ここで追いつけると大きいですよね。もう一度拾いたい、相馬へのボール、さあどうだ、これ仕掛けるか、テナティップ、福森、ルーカス・フェルナンデス、キム・ミンテ、太田、組み立てながら攻め上がっていく、仕掛けるタイミングを図る、中で味方の選手が待っている、さあカウンターを仕掛けます、荒野、J からサイドのスペースへ、白井へのボール、クロス、頭で来た、アンドルソン・ロペス、素晴らしいポジショニングでした。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のボールの奪い合い、ジェイ裏を狙っていきます、フリーで受ける、シュート、決まった、追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。まさにタイミングでの勝利ですね。佐々木さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。アンデルソン・ロペス、今日2点目です。さらに1点を追加し2対0としています。札幌としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいでしょうね。そうですね、枚数いる、中につなぎたい、右サイドへ振って中に入れる、わずかに届きません。キーパーからのロングフィード、ここはつながりません。大きくサイドチェンジ、ジョアン・シュビッチ、ふわっとしたボール、さあ相馬、低い弾道、ここは抑えました。福森、森から大きくサイドチェンジと、これはつながりません。さあここから持っていく、キム・ミンテから大きく縦、荒野、ここで長いホイッスル、前半終了です。北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？まあ、一般的に言われるのは、インチョが怖いことでもありますからね。今ゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですね。札幌対名古屋、札幌2対0とリードして後半を迎えます。
後半スタートです。太田、稲垣へ、マテウスへ、ボール入るか、さあ金崎シュート、金崎あと少し、今のは惜しいシーンでした。ジョアン・シミッチ、阿部から金崎、さあつながるか、さあマテウス、ここは間合いを取る、稲垣へ、シミッチへ、ルーズになる、金崎、さあどうする、チャナティップ、カウンターを仕掛けていきます。荒野へ、このボールは繋がりません。裏を狙う、ここ来ましたよ、自分で行く、スペースを狙った、ボールはクリア、サイドを使います、チャナティップ、スルーパスを出す、ルーカス・フェルナンデス、もうこれいいでしょう、足元大事に行きます、中人数揃っている、チャンスを演出できるか、チャナティップから右へ、丁寧に足元を使う、スピードアップしたいとこだったんですけどもね、マテウス、稲垣へ、稲垣へ、金崎、サイドのスペースへ走らせる、抜けてくる、中は枚数います、もう一度上げる、福森、危ないところでしたがなんとか切り抜けます、アンデルソン・ロペスからジェイ、ジェイから左へ、さあ一気にカウンター、白井、チャナティップへ、阿部、札幌、このセカンドハーフの序盤を2点差でリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。この時間帯で考えますと 2-0 って追いつける可能性もあるんですよね。ですからやっぱり油断できないですよね。でも逆に追加点が入るようなことがあれば、展開で勝負ありみたいなところは正直ありますよね。まあ、サッカー経験者ならわかると思うんですけども、ハーフで3点そうそう取れないですからね。深い、ルーカス・フェルナンデスへ、ボールを下げてリズムを作るか、荒野へ、キム・ミンテからターテへのボール、稲垣、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。札幌としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。さあどうする、ここはキーパー処理しました、白井、福森から長いボール縦へ、相馬、相馬から金崎、これをカットします、福森、長いフィード前線へ、オチェソク、ここはカットします、さあ右サイドから上がっていく、さあつながるか、裏を狙っていきます、
ちょっと伸びてしまいました。丸山、大きく縦へ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。キム・ミンテ、ふわっと裏を狙う。チェナティップ、チェナティップからジェイと、ボールはアンデルソン・ロペスへのボール、アンデルソン・ロペスからチェナティップ、金崎、素早いパスで攻め上がっていきます。金崎、阿部へ、チェナティップ、チャレンジはしません、後ろに流す。深いへ、福森、ルーカス・フェルナンデスへ、チェナティップからジェイ、裏へ出るか、J からルーカス・フェルナンデス、どうだ、クリアです。これはスローインとなります。両チームともメンバー交代があるようです。うまいですね。チェックを受けながらのドリブル、上げる、そのままキーパーが抑えました。石川、福森、荒野へ、深いへ、石川がここはファールを取られます。ガブリエル・シャビエル、素晴らしいパス、ルーズボール、秋山、シャビエル、ここで丁寧にコントロール、太田、上げる、名古屋ビッグチャンス、ものにできません。前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね。名古屋決定的なチャンスを収めることができませんでした。札幌立て続けに選手を入れ替えてきます。ジョアン・シミッチ、縦へのボール、相馬へ、シミッチへ、札幌2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。そうですね、ここに来てリスクを犯す必要はもうないので、時間を稼ぎつつ相手の隙を狙っていけばいいと思いますけどもね。ガブリエル・シャビエルから右サイド、クロスを上げる、札幌ここクリアで難を逃れます。石川、サイドチェンジ、
長いサイドチェンジ、裏へ届くか、この位置で受ける、ここは通しません。オチェソク、残り5分を切っています。ここで丁寧にボールを扱う、相馬からオチェソク、さあどこに出してくる、ジェイ、さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う、さあジェイかわした、ジェイスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出してるボールがね非常に効果的ですよね。中谷、長いボール縦へ、オジェソク、スルーパスを出す、オジェソクからのスルーパスをカットしました。福森、札幌落ち着いて時間を使います。中谷、丸山、稲垣へ、稲垣へ長いボールを送ります。深い、アンデルソン・ロペスへ、石川、裏を狙う、さえ抜けた、アンデルソン・ロペス、撫でるようなボールタッチ、プレスからボールがこぼれる、取らないですね。ジェイどうする、シュートと果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛、2対0札幌勝利しました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。札幌としては前半からしっかりに点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるという意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。札幌2対0、見事無失点に抑えて勝利しています。